はい、どうも、こんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションカラー。逆転裁判1をやっていこうかなと思います。前回はって言いたいところなんだけど、まあ、あのね、いろいろあってさ、もう、何多分1ヶ月ぐらいさ、撮影しないんだよ。1ヶ月ぶりぐらいにさ、このゲームやるからさ、もう正直至らんとこはあると思うけど、ご了承いただきたいわ。もう撮り方すら覚えてねえ。撮り方すら。軽くね、見たんだけど、前回は、まあ、今ね、こう見えてるんだけど、このコナカを追い詰めた途中っぽいね。よくわかんねえけど、だからちょっと続きからやっていくわ。あと、もう声も忘れてるからさ。あれはそう、9月の頭だから、事件の約1週間前かな。僕は、今、証言中か。じゃ、これがあれか。今度のヒントになるのか。あやさと法律事務所に侵入したんだよ。もちろん、盗聴器を仕掛けるためだよ。あ、確か、なんか、コナカが殺害したっていう体で言ってたけど、なんか、この、ミツルギが、いやいやと、コナカさん違いますよね。盗聴器を仕掛けるために家に入ったんですよねっていう感じで切り返したんだっけな。オッケーオッケーオッケー、思い出してきた。ごめん、滑舌悪いかも。その時にね、確かに見たんだ、ガラス製の電気スタンドを。ん？いやもう、ただでさえ途中だからわかんねえ。ふぶー、事件の夜、この音を聞いただけで、スタンドだとわかったのは、前もってそれを見ていたからですか。Yes, I do. その通りだよ。なるほど。では、なるほど君。なるほど。では、なるほど君、やめろ、お前。自問。くそ。どうやって攻めればいいんだ。弁護士さん。覚えてきた、覚えてる。覚えてるぞ。とりあえずね、一回、一周しようかなと、揺さぶったりしてね。あれはすごく、ああ、完全じゃ1からか。9月の頭だから、事件の約1週間前かな。まあ、ここは、どうしようもないよな。あ、一回一周しようか。ちょっと待ってね。くそ、攻めようがないぞ。とにかく、揺さぶりまくって、突破口を見つけるしかないな。オッケーオッケーオッケー。まあ、9月の頭、っていう情報は別にいらなくない？だって別に、ないよね。詳細。このガラス、怪しいけどな、ガラス。侵入した。盗聴器を仕掛けるため。確かに見たね、ガラスの電気スタンド。まあ、これちょっと行ってみようか。なぜ電気スタンドなんかを目に留めたんですか？確かに。あのスタンドすべてのパーツがガラス製でね。あんまり綺麗だったんで、印象に残ったんだ。How beautiful the 電気スタンド it was ってところかな。くそ、攻めようがないぞ。ああ、じゃあこれもじゃああれなんだ、電気スタンドダメなんだ。じゃあこれ、まあ全部いってみようか。じゃあその証拠はあるんですか。関係ないよな。確かに今の会話内容を知っていた。あれ、お前の声なんだっけ。それは盗聴器が事件の起こる以前に仕掛けられていた証拠だ。ってなんだ、うーんって。あ、どうやって侵入したかみたいな。どう、本当にあなたが侵入したんですか、あるいは梅尾さんが。あやさと法律事務所に正体不明の古い指紋があった。おそらく小中氏の指紋だろう。きっともう指紋は調べているに違いないな。さて証人、何のために綾里と法律事務所へ。もちろん盗聴器を仕掛けるためだよ。あとこれ全部揺さぶってみようか一回ね。お、なぜ千尋さんの電話に盗聴器を仕掛けたんですか。確かに。え、それは本件とは関係のないことだよ。コナカルチャーは一応探偵業でね、依頼人に対する守秘義務があるんだよ。ダメだ、もう攻撃しようがない。くっくっく、
そこまでかな、弁護士君。ではそろそろ諦めてもらおうか。お疲れ様。もうダメだ、弁護人。もう諦めますか。はい。なるほど君。は？なるほど君、こっちよ。この声は。千尋さん。は？諦めちゃダメよ、なるほど君。はあ。ひろさ。え？ぶっ倒れたの、お前。ぶっ倒れたの、お前大丈夫か。え？休憩室か。僕はどうして、そうだ、裁判に負けて幻を見たんだっけ。え？気がついたみたいで。ギャ。お前どうした急に、お前。お前どうした。あ、ちょっと、なるほど君。失礼ね。人の顔見て、ギャッなんて。なるほど君、よく見て私を。え？ああ、よく見たなんだ。よく見たんだな。え？え、めっちゃ成長してんじゃん。君は、迷いちゃん？あやさとけの女は霊力が強いの。知らなかったかしら。あたが負けを認めようとした最後の瞬間、迷いの力がやっと目覚めたみたい。あ、千尋さん、千尋だな、千尋になってんな、あれが。なんか吹き出しが。迷いちゃんが霊媒してるんだよね。あ、なるほどね。マヨちゃんが乗り移ってんだ。そんな変わる？え、迷い要素強くない？さすがにおかしくない？その霊媒ってそんな迷い要素強くなんの？そう、私は迷い。でも今は千尋なの。いい、なるほど君。あ、違う。千尋が乗り移ってんのかな？え？どっちだ？いい、なるほど君。迷いは諦めなかったわ。だから私は今ここにいる。あなたも諦めちゃダメ。はっ。でも時間がないわ、聞きなさい。実はね、あなたはもう飼っているの。これさ、あの綾里家さ、喉に負担があるからやめてほしいんだけど。え？あなたが持っている証拠品の中に領収書があるわね。領収書。あ、これか。はい、あります。ああ、千尋さんが迷いって書いた。バカね、それは小中が書いたに決まってるでしょ。で、それがどうかしたんですか。その証拠品、裏面を見てみなさい。裏ですか。裏見ろよ、お前。なんで今の今まで裏見てないの。おかしくないですか。この領収書もらったのってめちゃくちゃ最初じゃん。めちゃくちゃ最初にさ、あ、領収書あるっつって拾ってさ、裏見てないの。発行したのは有名なデパートみたいだ。おめえ滑舌がありな。10万円なり、高いな。品名、ガラス製の電気スタンド。発行日9月4日。はっ、9月4日って。そうよ、なるほど君。私がそのスタンドを買ったのはあの事件の前日のことなの。なんですって。さっき小中はなんて証言していたかしら。あれはそう、9月の頭だから事件の約1週間前かな。バカめ。スタンドを見たのは事件の1週間前って。さあ、そろそろ審理が再開される時間よ。行くわよ、なるほど君。無罪を勝ち取るためにね。あ、なるほどがとりあえず倒れて今休憩室に運ばれたんだ。運ばれて一回中断してる段階か。これ夢とかじゃなくてね。はい。
証拠品領収書のデータを書き直した。ちょっと久々だからさ、ちょっと滑舌が怖いわ。午後1時16分、地方裁判所第一法廷。お、また会ったな。これより、なるほど隆一の法廷を再開します。大丈夫かな、なるほど君。はい、すいませんでした。では先ほどの続きに戻りましょうか。裁判長、我々に戻るべき続きなど存在しない。すでに小中氏の尋問は終わっている。あとは被告人なるほど隆一に判決を言い渡すだけだ。お、裁判長、もう一度だけチャンスをください。これで最後です。ふむ、しかしもう勝負はついてるのは確かですね。三井健治、どうしますか。なるほど龍一、最後のチャンスをくれてやろう。わかりました。では小高氏の尋問をお願いします。ああ、こういうパターンもあるんだな。これもじゃ確定じゃん。あれ、ここでいいのかな。いや、こっちだよな、多分。どっちかっていうと、だってその時にねっていうことで、あ、1週間前ってことも含んでるし、かつガラスや電気スタンドに対して触れてるから、まあこれだよな多分。あ、合ってるな。これを見てください。血文字で迷い。今となっては意味のない。来た。問題はこれが領収書の裏であるということです。お前さ、表見とけよ。お前バカじゃねえの。なんで裏しか見てねえの。なんだと。証拠品だっつってんの。証拠品はさ、ちゃんと見ないと。あんまいじっちゃダメなのかな。裁判長、その領収書には何か書いてありますか。ガラス製の電気スタンド、発行日は事件の前日です。つまり小中さん、あなたが綾里法律事務所に侵入した9月の頭にはあのスタンドはまだなかったんですよ。わーわーっと。どうですか小中さん、まだ言い逃れできますか。これさ、どうしたら逆にさ、滑舌良くなる。俺の悩みなんだけど。 No, I can't。 おやおや、放心しまったよ。さあ裁判長、あなた方にいくら強い圧力がかかっていても、こうなった以上僕を有罪にすることはできないはずです。はあ、わかりました。それでは審理はこれで終了。何、まだやんのか。そこまでだ。なるほど雄一。え、おいおい、嘘だろ。まだ食い下がるつもりかよ。弁護人の意見は確かに一理ある。しかし、なるほど隆一が無実であるという決定的な証拠もないのだ。まあ、確かにな、それは確かにあるわ。はっ。そこで、あと一日判決を待ってもらいたい。もう一度調査をし直す時間が欲しい。まだ粘るか。ほう。もう一度調査だと。まさか千尋さんの解剖記録みたいにまた何か証拠をでっち上げる気じゃ。まずい。いや、いいんじゃない。小中の有罪は明白です。これ以上審理を伸ばす必要は全くありません。三剣賢治いかがか。何、三剣賢治なの。何で三剣賢治主軸なの。おかしくない。俺の意見はさ、お前が聞けよ。なんでおかしくないっすか。
しかし、小中氏を起訴するのは私たち検察側だ。君の推理が正しいかどうか一日調査したい。わかりました。なるほど、君の異議を却下します。は？なるほど、龍一の審理は明日まで延期します。ダメだ、今ここで決着つけなかったら三つりはきっと何かやるに違いない。せっかく千尋さんに助けてもらったのに。メスタ裁判長、僕はもう帰っていいのかな？もちろん構いません、ご苦労様でした。お前さ、小中はさ、一応取り押さえておけよ。お前この中に。くそ。あ、いや、お前成長しすぎじゃん。みんな気づいて、みんな気づいてよ。お前身長倍ぐらいなってんじゃん。倍ぐらいに、まあ、1.5 倍ぐらいかな。リアル 1.5 倍ぐらいなってんじゃん。みんな気づけ。証人、待ちなさい。千尋さん。なるほど君、このメモを読み上げなさい。千尋さん、これは、なんてナチュラルなうなずきなんだ今。ちょっと滑舌大丈夫かな。メモを受け取った。裁判長、ちょっとよろしいですか？太郎君、あなたもなかなかしつこいですね。当たり前だ、こっちは命がかかってるんだぞ。ちょっと棒読みだったな今。これから僕が読み上げるものを聞いていただきたい。行きましょうか。リストのようだ。お、ちょっと滑舌気をつけないとな、音読だからな。僕は千尋さんがくれたリストを読み上げた。どこかで聞いたことのある名前が並んでいる。これは政財界の有名人たちの名前か。その時、ストップ。いやいやいや、やめろ、やめさせろ。なんで貴様がそのリストを持ってるんだ？こいつがあれかな、今まで邪魔してきた人みたいな。証人、あなたがここでちょっと待って、罪を認めないのであれば、このリストはマスコミに公表されるでしょう。はっ。ざわざわざわ。ざわざわせんのかい。認めるよ。僕はミス千尋を、あの考える人で殴ったんだ。え？以上です、裁判長。お前さ、おかしいだろ、お前。だってさ、今日だってさ、これさ、だってこの裁判始まった時ってさ、まあ、横に女の子が来ただけじゃん。横に女の子が来ただけなのにさ、最後はさ、なんかねえ、スッって出してさ、女の子、まあ、女の子カッコ仮がさ、スッってさ、証拠出してさ、これ見せていいのかなっていうのおかしいだろ。どんだけ番狂わせにも程があるでしょう。どうやらこれ以上の審理は必要ないようですね。太郎君、はい、またやってくれましたね。いやー、たまたまついていただけですよ、凄腕の霊が。では弁護人、いや被告人、なるほど龍一に判決を言い渡します。お、無罪。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとでは本日はこれにて閉廷。またこうしておめでとうって言えるなんて。じゃあもう完全にもあれなのか、千尋さんが乗り移ってんのか。あやさとけに生まれたことに感謝しないとね。まゆちゃんにも。そうね、ありがとう、なるほど君。私とまゆのためにこんな危ない目にあって、私一生忘れません。まあもう死んでるけどね。あれそういうノリじゃない、ごめんなさい。一生ねえ、そろそろ時間ね。え、
迷いの霊力はまだとても弱いわ。あ、迷いちゃんが呼び寄せたのか。そっかそっか、ごめんなさい。迷いちゃんが呼び寄せて憑依させたのか。そんなに長くこっちにはいられないの。そんなまだ言いたいことが。心配しないで、また会えるわきっと。あ、こうやってじゃあれなのか、迷い千尋ブラザーズとなるほどで解決していくのかな。所長。もう私は所長じゃないわ。なるほどくん、今夜9時事務所に来てくれるかしら。事務所に。じゃあまた会いましょうね。とか霧のいい場所ないかな。所長、千尋さん。あ、霧いいんじゃない。ここ9月9日午後9時2分。じゃあここで一旦切ろうか。ごめん。じゃあここで一旦切るわ。んー、じゃあまあ、あざした。